アンデスフラミンゴは、長高フラミンゴ目フラミンゴかアンデスフラミンゴ族に分類される鳥類。アルゼンチン北西部、チリ北部、ペルー南西部、ボリビア南西部首相名、アンデネスは、アンデスのノイで、和名や英名と同義。全長120センチメートル。体重2から2.4キログラム。全身は、 単赤色。お葉は白い。初列風切りや自列風切りは黒い。くちばしは大型。くちばしや甲子は黄色。標高2300から4500メートルにある草原内の古床などに生息する。批判食期には小規模な群れで生活し、食物を求めて放浪する。主に軽草や卵草などを食べる。繁殖様式は卵生。主に12月から翌2月に。 一個の卵を産む。生息地では卵が食用とされる。工業による影響、天候不順や水利用による渇水、食用の乱獲、人間による格乱などにより生息数は減少した。1990年代中期までに生息数が激減したものの、2016年の時点では1990年代中期以降は生息数が安定していると考えられている。 1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書通に掲載されている。1970年代における生息数は15万羽と推定されている。1980年代中期の生息数は5万から10万羽。1990年代中期の生息数は3万4千羽と推定されている。ありがとうございます。